どうもねねです。ソルト&サンクチュアリー、やっていきたいと思います。皆さん潮見ついてますか？自分は前回ですね、動画の最後で死んでしまって潮を、なくしてしまったというか落っことしてしまったというか、なくしてしまったわけですよ。いてててて、いてんのこの野郎、この野郎、この野郎すげえ爆弾だけど、食われてる。炎の矢、あ、前回死んだのはあそこだ。塩回収。ワンじゃないかこれ。行き止まりか。そうだね。上に戻って、ここエレベーターかと思って。右にずれたら落っこっちゃって死んじゃったんだよな前回。この上にも物があるしな。一回戻って。回復アイテム取っておいて。レベルアップ。スキルツリーは攻撃系といいますか、回復ポーションプラス1、増やしとこうかな。体力強化、なんかね、うまく操作がいけないけど、筋力強化、精神力強化、技量強化、クラス戦士に、これもいけるんだ。でもこれは2個必要なんか。体力強化、守護者、両手持ち可能な武器、
これいっとこうかな。とりあえず回復ポーションは持てた方がいいし、で5個だしね。ちょっとね、前回で前々回かな、行くと最初の方に戻っちゃうから、火つけて下に進んでいこうかな。卵にすごい友人、ここは開かないよ。買ってっちゃくれねえか、ちょいと下から行くと。卵？微笑みの村。あいた！ちょっとね、この村をもう一回これは？ああ、強い人がいるね。やべ、なんだろう、
お、クレーモア。クレーモア装備できるかな。パラメータ。体クラス1体験がないからダメかな。なんか若干ね、マウスに依存しちゃってる気がする。これ罠だけ。痛い。進行を誓う、進行を誓う。レベルアップしておきましょう。スキルツリー広いな本当に。体験ってどこだろう。魔法使いこっちでしょ。こっちが信仰心強化、聖職者、活力ポーション、守護者、槍使い、剣士、アサシ、剣士さん、どこだ物件。剣士を取ればいいのか。槍使いじゃなくて、弓使いじゃなくて、戦士。これはクラス2の剣だしな。どこにあるんだろう。
とこかな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。